うん、よし出発します。あっという間に2泊目になりましたね。楠の森キャンプ場めちゃめちゃいいとこでしたよ。おーおーおーおお、今日はですね、山荘っていうところを、九十登山口山荘とかいうキャンプ場にもう予約してありますんで、途中でなんかご飯食べていこうかなと思ってます。今回の動画は、大分3泊4日キャンプツアーのですね、第2泊目という感じの動画になります。まあめちゃくちゃ暇な時とかお時間ある時にでも見ていただけると嬉しいです。おお、結構雨がですね先ほどから降ってきましてね、昨日はほとんど雨は降らなかったんですけど、今日は結構な雨キャンプになるかもしれないですね。楽しみです。昨日はあのムササビタープをですねめちゃ久しぶりに張ったんですけど、やっぱあれいいなと思いましたね。かなり使えるなと。寝るのは昨日はもうハイエースの中で寝たんですけどね。今回あの一緒に来てるあのみぞくんがですねかなり温泉好きだっていうことで昨日行ったんですけど、やっぱ温泉いいですよね。こう人それぞれどこに重きを置いてキャンプしてるかっていうのもあるでしょうけど、温泉に各地のいろんなとこにあるキャンプ場の近くの温泉に帰りに入るとか途中で入るとかっていうのもこれ楽しみの一つですよね。そういえばですね、とうとうあの一番下の息子と、まあ、歩いててあの手つなごうと思ったらあの手つなぐのをちょっと断られてしまいました。昔はあの家に帰ってきたらですね、お父さんって言いながら玄関まで走ってきてくれたんですけどね。みんなもうみんな大きくなってそれぞれにいろいろと部活とかお友達と遊んだりゲームとかありますからね、寂しいもんですよ。もうなんかあのちっちゃかった赤ちゃんの頃のこととかはもうちょっと忘れちゃいましたよね。なんとなくこうグッて思い出せば手に残るこう赤ちゃんの抱っこした感触みたいなものは思い出しますけどね。すごい霧になってきましたね俺は。うおうお、見えない見えない、綺麗ですね緑が。ほんとすごい黄緑、黄緑っていうの新緑の、うわーすごっ。南登山キャンプ場、うわーなんかいろいろお店があっていいですね。南登山口キャンプ場かっこいい、素敵。この大仙山っていうのに前登ったことあるんですけどね、途中で引き返しました、あまりの吹雪で。じゃあこれチェックインって何時からなんですか？あ、大丈夫ですか？あ、じゃあ財布持ってきます。
はい、設営が完了しました。今日はキャプテンスタックのアルミテーブルにしていました。で、丸太の薪割り台と焚き火台はまだ出しておりません。で、クーラーボックス、昨日と一緒ですね。薪が入ってます。米袋を僕はよく使ってます。で、なんかなんやかんや、あとは今日もオレゴニアンキャンパーのマット、これおすすめでしたね。あの、僕のミリタリーシートよりこっちの方が全然、裏がですね防水になってるんで、あのミリタリーシートは車の方で使ってるんですけど、これ結構やっぱおすすめですね。で、今日はちょっとぶら下げるところがないんですけど、いつものこの昔買ったやつに、頻繁に使うやつ、チャッカマンとナイフ、ハサミ、ゴミ袋とかが入っております。はい、アリがねすごい結構で、遊び人の、これは主にコーヒーとかが入ってます。で、いつものメインの、これも遊び人の、コンテナバッグでです。だいたい手袋の中にクマゴロちゃんが入っております。ね、ちょっとあなた守ってもらいなさい。これね、いつか割れるやろな、クマゴロも。はい、今日もムササビタープを張っております。風が結構強いんですけど、風が後ろから前にこう行くようになってますんで、まあ焚き火とか全然いい感じですね。で、空取り関係はですね、全部このスノーピークのメッシュバッグっていうんですかね、この中に入れてます。昼ご飯は、あぶね、これです。イワシの握りを買ってみました。とりあえずまた、あ、ちょっと待った、その前にイワシの握り、イワシの握りをですね、昨日も僕今このデブキャンさんっていう方に教えてもらったアプリをやってるんですよ。昨日は僕は結局、昨日645カロリーしか取ってないんですよね。もうバリ痩せでした、昨日。乾杯。おお、山が見えてきましたね。これは九十連山が見えてきましたね。やっぱ標高、ここ標高何メートルぐらい？802メーター。ああ、じゃあ昨日のとこからいったら500ぐらい上がったのか。結構登ってきたもんね。あー、そうね、15度ぐらいだったもんな。どうやって食う、これ。こう、あぶね。まっ、キャンプにはこのウェットティッシュがめちゃくちゃ重要っすね。うまい。僕はお皿とか洗わない派なんで、基本あの拭いて帰るって感じですね。九十連山の名前とか分かる？分からんよね。最高の趣味っすよ、ソロキャンプは。いや、でも昔とかまだそんな、なんかああいうひろしさんとかが有名になる前とかはもう本当になんか、うわ、見て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 、あの人一人でやっとうよみたいな。そんな感じだったんですか？マジでそんな感じだったよ。めっちゃやりづらいだけ、平日に行くんやけど、やっぱ
平日に行っても自分一人か誰かあと一人おるぐらいで、ファミリーとかと近づくになってもね、多分わあの人一人でやっとうやんって感じの、全く、そう、うん、いやもう本当なんか子供とかからね言われてこ言われた人は知っとうけど、なんでおじちゃん一人でキャンプしてるのとか言われて、ねおじさんはね、あのちょっといろいろちょっとあの考えたりすることがあってね、ちょっと自然の中でねちょっとアートみたいな、もう何言ってるか分かんない、気持ち悪いみたいなまあでも土曜日にソロキャンプするつのはやっぱちょっとしんどいと思うね、冬とか雨以外は。やっぱファミリーキャンプとソロキャンプってなかなか共存できんもんね、お互い不幸やん。はい、みぞくんに乗せてもらって温泉に向かっております。へー、今日はラムネ温泉。あ、今日ラムネ温泉か。いや楽しみー。わー綺麗。もういくらでもキャンプ場作れそうやんここねえ、そうっすね、無限に泊まれるやろきました、ラムネ温泉。わあ、なんか独特やね、ラムネ温泉館。え、そんなにシュワシュワなの？シュワシュワ。あ、そう、源泉が湧いてる部分が一番シュワシュワ。お、びっくりした、お、うん、ビビった。めっちゃ綺麗な猫ちゃん。あ、ごめんなさい。わあ、結構曇ってきたね。シェルルルルルル。山の上の方は雨っぽいっすね。ああ、そうだね。シェルルル。シェルルルルル。テレルルルルル。テレル。ああ、そうね。梅雨入ったばっかりだしね。でも梅雨でも晴れる時あるしね。そうね。結構な雨がもうない。ああ。よし。まあいいや。これでいいや。全部風で済ますけどね。いやー、楽しい夜が過ぎていきますね。いや、ラムネ温泉めっちゃ良かった。あ、行ったことあるんだ。だけどもうパスポート持っとっちゃろ温泉名人のなんでそんな温泉名人であることを隠すん、恥ずかしいと。いいやん別に、言ったって温泉名人なんですよ実は僕って。実は、うん、あの動画見てちょっと言いづらくなって言えなかったけど、僕は実は温泉名人のパスポート5冊持ってる。奥様だしをめくってるんです。そう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 、言ったらいいのに。
うわこれどうしようかな、風が結構あるんだよね。わあこれどうなるかな。まあいいやね。はい、いってらっしゃい。今日はなんか星は出なさそうね。うますぎるグリーンパック。あこれうまい。スッキリマジでうめえ。レパートリー増えたのアスカ。いやアスカはね、ちょっと待ってね。アスカは月に今夜泣かさず今夜北の国からとか見たことある？ある。好き？好きではないですか。嘘、俺実はさ北の国からがめちゃくちゃ好きでさ、大学の頃北の国からをDVD でレンタルして借りて見たんよ。もう泣きまくってさ、もうめちゃくちゃ北の国から好きなんよ。いやなんかネタバレなんやけど、なんかホタルがこう富良野からね看護師になって出ていくんよ。でそれが確か不倫かなんかやったよね、先生との。不倫。うん。でその行ってほしくないんやけど、もうホタルが行くって言うんよ。だ最後雪がバーって降る中で列車に乗ろうとするホタルに向かって鮭を持たせるんよ。鮭を親父が不倫相手のところに行くホタルに鮭を持たせるんよ。親父知ってるんですか？確か知っとうと思う、五郎さんはね。でそのホタルにの後ろ姿に向かって、ホタルいつでも富良野に帰ってくるんだぞって言うんよ。もうそのシーンでもう泣きまくりよもうね、まあ、ホタルちゃんも泣いとるんやけど、もう何こう親心、親父は全部知ってるんすけど。そう、俺その時まだ大学生やったけど、まあ泣いて泣いてさ、なんか親が前見ようのはなんか知っとったんやけど、もうねそのシーンがもう、まあね最近ね、田中邦衛さん亡くなったけど、もうねそのシーンがもうたまらんわけよ。名シーン。いやいろいろね他にも名シーンあるんよ、うん、やけどまあなんか純が結構ろくでもない子でさ、なんか火事になったのをなんか友達のせいにしたりするんよ。そういうシーンもあるんやけど、やっぱあの蛍を送り出すシーンがねもうたまらんわけよ本当に。あんなドラマよう作ったよね。いやーほんとね楽しいね、今日も楽しい夜が過ぎていく。風がちょっとね昨日よりはある感じかな。風がですか。うん。いやなんか椎茸入れたらめちゃうまそうになった。これはうまいでしょ。ただかな。うん、うま、これはうますぎた原爆。ちょっとこれ食べん、これめっちゃうまいよ。うん、シャモと椎茸ちょっと、うん、やばい。
わあ、今まで食った炭火焼きで一番うまいって言ってもいいかもしれない。さすが椎茸生産量日本一。こうなんかこれのタレがねいい感じに効いてさ。どうぞどうぞ。これはビールですね。これはビールですね。確かにビールですね。どれどれ。あ、どれどれも言う、ね。読みとうね。うまい。こういうの食えるのもこうキャンプのいいところよね。これまたそれで食うとなぜかうまいよね。